今日はお越しいただきまして本当にありがとうございます。ですね、ありがとうございます。白鸚敦です。よろしくお願いします。今日はよろしくお願いします。藤村君弘と申します。この本なんですけれども、今年の6月の終わりに出まして、今のところおかげさまでいろいろ反響などいただいているんですけれども、なんでこの本を作ろうかなと思ったことをまずお話ししたいと思います。自分はですね、飲食の記事のみを専門で書こうと思ってこの5年6年活動しているんですが、大人の週末という雑誌があるんですね。でそちらの方でふるさとレシピという企画を担当してまして、でそれで2年半かけて全部の県の郷土料理をレシピ付きで紹介しようという、ちょっとこうやってたんですね。でこれで、大事にしたのは今でも作り続けられていて地元の人に食べられている料理であることと、それでやっぱりそのなるべくたくさんの県人の人たちに伺って、好きなものは何ですか、小さい頃親御さんおばあちゃんおじいちゃんに作ってもらった料理は何ですかっていう、その作られて食べ受け継がれてるっていうポイントでリストアップしてたんですね。でそれでなおかつ全国紙なので、全国で手に入りやすい料理でそこまで難しくなく作れるというポイントで選んでいったんですが、それをちょっと緊張してます、すみません。そのやってる調べてるうちにお客さんじゃなくて取材者の方たちの話を聞いてると、こんなにもまだまだ郷土料理作られていて食べられてるんだなっていう、結構衝撃とか感激とかいっぱい感じて、それを何かこうライフワークにもっとしていきたいなって思った時に、この理論者さんっていう方と食育の本を作りませんかっていうお話をいただいて、でどういうものを作ろうかって話し合った時に、何か47都道府県を一つずつ端的に表せるものは何かなと思ったら、おにぎりがいいんじゃないかって思ったんですね。でこのおにぎりの本、日本のおにぎりというタイトルなんですけれども、皆さんパッと一軒ずつのその郷土料理を紹介されているっていうふうに思われると思うんですが、考え方としてはその47県を握ってみようという感じで、その県を表せるような食材、料理とか調味料とかでこれをおにぎりにしたら美味しいんじゃないかなとか、こういう、郷土料理のものもあるんですけれども、そのコンセプトで考えて、一冊にまとめました。ちょっとこういうネット社会なので私の件はこれは全然作らないよなっていうふうに言われるんじゃないかとドキドキしてたんですけれども、おかげさまでそういう恐ろしい思いを今のところしております。はい、ですね、で今回ちょっと池袋のこの純駆動さんでこういうイベントができるってことは、私も川越に住んでたことがありまして、池袋をよく使ってたのですごく妨害の喜びです。でこの人気の方でもちょっと最後筋子が追い抜いちゃったんですけれども、ずっとさつまいもが1位で、これやっぱり埼玉に住んでらっしゃる方が多いということもあるのかなと思ったんですね。でもしかしたらこの中でさつまいものおにぎりなんて埼玉に住んでるけど食べたことないって思ってらっしゃる方がいらっしゃるかもしれませんが、後で、食べていただけますので楽しみにしてください。ずっと私ばっか喋ってて申し訳ないです。いいですよ、大丈夫。ですね、じゃあちょっとおにぎりのことなど一つずつ話しながら日本の郷土のことが喋れたらいいかなと思ってます。新潟のおにぎりなんですけど、ちょっと今日は手元にあるみたいですね。新潟県この天山焼きというおにぎりがあるんですね。これ新潟市にほど近い中ほどの今西上区という牧とかあの辺なんですけれども、非常にお米が美味しいところで、
生姜の味噌、焼きおにぎりに生姜の味噌を塗ったものなんですね。でこれで最後にちょっと炙るんですが、いろんな説がありまして、まあね、伝説っていうのは結構おひれはけにもついていくものですが、武士の方たちがそのおにぎりというのは携帯食にしていたそうなんですね、その昔。それでやはりその握って焼くということは当時その腐敗を遅らせるっていう意味もあったそうなんです。でそれで焼きおにぎりを食べている時に地元をその近くにいた農民たちがそれでは味気ないでしょうというふうに感じて、生姜を混ぜた味噌を少し渡してこれでつけて食べてくださいといったようなことが最初だったんじゃないかと言われているそうです。でおにぎりを考えるときに、例えばそのやっぱり地元で愛されているおにぎりってたくさんありますよね。皆さんどこか地方出身だったらあるかと思うんですけれども、私は仙台というところで宮城県で育ちました。それで東北地方ですとすごく筋子のおにぎりっていうのが非常によく食べられてます。ここの1位にもなってますけれども、この中で筋子のおにぎりが身近だったっていう方っていらっしゃいますか？はい、結構少ないですね今日は。残念。どちらですか？秋田です。あ、秋田ですよね。秋田から、北陸新潟ぐらいまでの方は北海道食べるようなんです。じゃああんまり他の方は筋子召し上がったことは危ないですか？ないかな。次第ですか。今度ぜひやってみてください。美味しいですよ。というのがですね、大人になって東京出てきて筋子が売られてないことがすごいびっくりしたんですね。東北人特に寒くなってくるともう毎日っていうか冷蔵庫に必ず入っているものだと思います。西になるに従ってやっぱりイクラになってくるのかもしれないんですけど、イクラはね西の方だとどうなんだろう。筋子は結構日常食です、東北ですと。なんだろうな、他の高いものは切り詰めても筋子は欠かさないみたいなところが主婦の間ではあると思います。そんな感じでおにぎりも地方ごとに私たちの地方はおにぎりといったらこれっていうのが取材をしててすごく多かったんですね。その中でものすごくインパクトのあるものがこの富山県から、福井の、東部ですね、金沢の方も一部食べるんですが、とろろのおにぎり、とろろ昆布をこういうふうにおにぎりに巻きたっぷりつけちゃうんです。これは、北陸の方今日いらっしゃいますか？いらっしゃらない。結構今日皆さん都会の方なのか。はい、じゃあちょっと結構これがじゃあ皆さんいきなり出てきたら引くって感じですかね。食べてみたいって方いらっしゃいます？あ、やっぱりこういうイベントに来るぐらいだから皆さん食いしん坊なのかな。ありがとうございます。富山人の人は、ですね、私の友人も結構多いんですけど、おにぎりっていうとこれだった。でコンビニでも売ってるそうです。それでその白いのは白結びで、おにぎりというとこれ、鮭は鮭の結びになるそうなんですね。でそれが結構感動的で、そんなこともあったりして、非常におにぎりといっても非常に共同色が出るなと思いました。で、あとこの本はいろんな地方の料理、その県を表すような料理とかをおにぎりにもアレンジしてます。これ福島のイカ人参、福島中央部ですね。お魚の取れない地方っていうのはやっぱり乾物にしてもすごく海産のものをありがたいとするんですが、福島すごくこのスルメとか、あと貝の干したもの、非常に珍重します。スルメと人参の細切りにしたものを、お酒につけて戻してお醤油とかと和えて食べるものなんですね。これお正月とかに欠かせないものなんですけど、これを細切りにしておにぎりに混ぜて食べたら美味しかろうとちょっと考えて作ってみました。で、あとおにぎりの中でやっぱりいろいろ強度のポイントが出るっていうのは形もあると思います。で、これ京都のおにぎりとして出したのがしば漬けを混ぜ込んだんですね。本当に考え方としては俵型なんですけれども、うちの母も新潟なんですけど、俵って握れないんですよ。小さい頃から食べたこともなかったしって言って、言うんですけれどもね、西の方たちはやっぱり俵が基本だったっていうことを非常にアンケートでよく聞きました。この中で西の方はいらっしゃいます？関西から。
あ、西どちらですか？鹿児島。あ、鹿児島も俵多いって聞いたことがあるんですけど、いかがですか？そうです、幼少の頃は結構見かけてた。ちっちゃい頃は多かった。三角に行ってくれる時もあるので、はい。三角の時やっぱちょっと嬉しかったりしたって聞いたことなんですよね。ね、ああ、鹿児島の、うん、今40歳ぐらいの方も、はい、鬼三角結びっていうのは絵本とか、はい、昔話の中に出てくるもんだと思ってたっていう言葉がね、聞いたことあるぐらいなんですよ。そうなんですね。俵身近でいらっしゃいました？いや、あの俵も三角もどっちもですよね。いろいろありますか？はい、あの取材してて思うのはやっぱそのもうちょっと後で喋るから、ごめんなさい。あの、取材してて思うのは、はっきりと郷土食、郷土のご飯の差が出るっていうのはですね、今の70歳以上の方たちぐらいなんですね。もう70で、昭和20年生まれですから、戦後になるとその結婚する頃には、引っ越しとか、あと核家族化が進んでいて、そのお姑さんの料理を作らなくて済むということが始まってきていた。あとそれから非常に洋食化、それから出汁とかそういうことも下流から出たり、あの昭和50年代にああいう本出汁とかが出てきて、料理っていうものの形態が変わってきた。うちの母が団塊の世代ですけども、その彼女たちが作る料理っていうのは非常に洋食だったりドリアだったり新しいものがどんどん入ってきて、そういうものを作るのが素敵、おしゃれ、やりたい、覚えたいっていう世代だったんですね。で、非常にそこであの郷土料理の断絶っていうのがまず1個あるんですよ。断絶ってちょっと大きいし、まるで非難するような言い方で自分も好まないんですけど、やっぱりね、今の日本人もイタリアンだったりエスニックだったり新しい料理楽しみたいじゃないですか。そういうのがまず始まった、バーンとその戦争の後の活動がいっぱい詰まってるような時期だと思うんですね。だからその京都、あ、ごめんなさい、西の方でもあの非常に情報がいろいろあって、三角を作ってみようかなとか、お母さんが厳しく言わなくなって、こういうものを私が作りたいとかっていうのが広まっていったっていうのが、そうですね、70歳以下の世代からは結構郷土料理って非常に薄れてきているけれども、やっぱりまだまだあるんだなっていうところで、本とか形に残したいなということをあの最近考えております。でこれ三角とか俵とかいろんな形があるおにぎりですけれども、やっぱり好きなポイントって形だったり具だったり、あと海苔だったり、あと海苔もしっとりとパリパリだったり、いろいろあると思うんですね。でそこを本にするときにどのように見せるか、どんなふうに見せてプレゼンテーションというか皆さんに楽しんでもらうかということを考えたときに、この隣にいます、罪滅ぼしレシピで一躍有名になられた藤村公宏さんに考えていただいたんですけれども、せっかく料理のプロがいらっしゃいますので、おにぎりをおいしく作るコツとか、あとどんなふうにこのおにぎりが作られていたかの話を伺いたいと思います。お待たせしました、はい、いやもう僕しゃべることないんじゃないかなって途中から思ってたんですけどですね、今の話の前にですかね、あ、じゃあどうして僕がこの本のおにぎりを握ることになったのかということからお話ししますと、まあ元々僕と白鸚さんはツイッター仲間なんですね。ツイッターってどちらかを知ってるっていう方いらっしゃいます？あ、いらっしゃいます。どうも八王子からわざわざありがとうございます。それで、去年の今ぐらいですかね、暮れぐらいですかね、白鸚さんからこういう本を出したいので、よかったらおにぎりを握ってくれないかっていう話をいただきまして、その年、去年僕はほぼ1年かけて、週に4回ぐらいはおにぎりの写真をツイッターでアップしてたんですね。自己練してくれたんですか？自己練してたんですけど、その目的はまあ白鸚さんのためじゃないんですよ、もちろん。あ、そうですか。やがて来るであろうオファーのためにではなくて、まああのちょうど去年の初めぐらいに見た映画の影響があったんですけども、西野幸彦の恋と冒険という映画がありまして、
それで、すごく大きなおにぎりを中学生の父子家庭の中学生の女の子が土曜日早く帰ってきてお父さんが握って机の上に置いてあるおにぎりを食べるっていうシーンなんですよ。なんてことないシーンで別にそれなくても映画成立するんですけど、そのシーンがすごく好きで、で台所で食べるところを遠くから撮ってるんですけど、手前のものって大きく見えますよね、フィルムとか映画とかだ。だからすごく大きなおにぎりが、三角形のおにぎりがあって、こっち側に、中学生の女の子がいて、で、ああもうご飯食べようかなって言って座って持つと本当に大きいっていうシーンなんですよ。これあのその子の顔ぐらいあるんですけどね。でそれを見た時にかなりあの感動しまして、それ塩結びだったんですけどね、中何にも入ってない。その後、監督のトークショーで、僕その質問をして、そのおにぎりはどういうおにぎりだったんですかって聞いたら 1.5 合を使って握ったと。でいつか、可愛い女の子に大きなおにぎりを食べさせたかったっていうその欲望のもとにそのシーンが入れ込まれたわけなんですね。その欲望に僕もかなりあの感動しまして、それからずっとおにぎりを握る、半年ぐらい握ってましたかね、大きなおにぎりも。それこのトークショーに必要な感じ。それがあって、アッコさんが多分、おにぎり握ってくれませんかっていう話になったんですよね。はい、あのやっぱりおにぎりの形って、あの料理なさる方分かると思うんですけど、難しくないですか、美味しそうに見せるっていうか、この三角の白結びとか、私必ずどっかに曲がっちゃうんですよ、とかやっぱりうまく美味しそうにできなくて、でやっぱりうまく握れる人に頼みたくてお願いしたわけですね。でもあの僕もこれあのカメラマンの方に指摘されたんですけど、三角握りが右に寄ってる、頂点が右に寄ってるって言われて、まあ、そう言われればそうだなって、全ての三角握りがそうなってるんですけど、まあ、それがその癖のようなもので、誰が握ったか分かるっていう、例えばお母さんが握ったのはこういうのだったみたいなのが現れるところなんじゃないかな。他の料理に比べてこう手で直接握るっていうことで、指の長さとか手のひらの大きさとかいろんなものが関係すると思いますから、あのお母さんたちが集まっておにぎりを握るとかって、ちっちゃい頃、今のお母さんたちあるのか僕わからない、子供いないでわからないんですけど、やっぱり同じご飯と同じ天水と同じ塩で握ってるのに、なんか味が違うなって感じることがある気がするんですね。そこがおにぎりって面白いなって思う部分だったりして、お寿司もそうですよね。お寿司も、あ、こっちの人に握ってもらったら美味しいのに、こっちの人に握ってもらったらちょっと違うとかあるじゃないですか。力の入れ加減の回転寿司でね。回転寿司で。わかります、わかります。ありますよね。だそういうのがあって、僕も、だからまだおにぎりを握り始めて1年ぐらいしか経ってないんですよ。もともと別におにぎりの専門家でもないので、たまたまおにぎりが気に入って、ちょっと作ってみようかなっていうことで、いろいろ、まあ、塩むすびばっかり作って、三角形のどんどん毎日写真に撮ってただけなんですけど、まあ、それを気に入っていただけて、こういうことになったんですが、なのであのその話をいただいてからすごく練習しました。で、僕は東京の大塚で生まれまして、すぐそこですね。すぐそこなんですね。すぐそこ、今日もあのすぐ10分かからずに来たんですけども、育ったのが埼玉の浦和なんですね。そこで中学生ぐらいまで育ってるんです。3歳から中学生ぐらい。だらほとんどその幼少期の記憶っていうのは浦和なんですけど、で、生まれが東京で、その後も東京にいるので関東から出たことがないんですね。なので、これ芝漬けとかその2つありましたかね、俵は2つありましたけど、俵を握ったのが初めてだったんです、まず。で、ハコさんからの注文としては、関西に俵をいくつか入れてほしいと。それと、ページが見開きになりますよね。で見開きのページは、ちょっと変えてほしい。同じような三角で同じような海苔の巻き方だとインパクト的に、ないので飽きてしまう。絵本ということも考えるとビジュアル的に飽きてしまうので、その辺の、アクセントをつけてほしいっていうことを言われたぐらいで、他は何の注文も受けてないんですね。あとは全部僕が、やりたいようにやって、しかも生まれて初めて触るような食材も多数ありまして、この47個のお題をですね、ハコーさんからいただいて、
最初にやったのは検索ですよね。画像検索です。画像検索して なんだこれは、なんだ、例えばこれ出しちゃっていいですか。これ板わかめっていう、島根県のものなんですね、はい、これご存知ですか皆さん。ご存知ない方が多いと思うんですけども、板わかめって何だろうと思って、板わかめの おにぎりっていうのはこれは中に入れるものなのか、その どう使えばいいものなのかが全然わからないんですけど、パリパリしてるんですね。この出雲地方のわかめって割と薄い感じの特徴なんですって。これを天日にさらしましてパリパリにします。でこれは売ってるんですけど、あの地元の人はこれご飯にパリパリ貼り付けたりして、もしくはお味噌汁に入れたりして非常に食べるそうなんですね。あの辺結構海苔とかわかめすごく食べます。これは現場でこれ変わったんですよね多分。最初の僕の計画だと、その板をこう立ててご飯を挟むと、でこうギザギザになってるんですよ、わかめだから。それをなんか面白いんじゃないかなって思ったんですけど、当日こうやってやるともうぐしゃぐしゃってこういう風に崩れるので、あ、これまぶした方がいいし食べやすいかな、まあ、食べやすさを考えすぎてもいないんですけど、現場の人はこう食べてるよっていうことですね。そうですね。そう、いろんな食べ方、検索するだけでもやっぱり本当にいろんな食べ方があって、そこをどれを取るかプラス、僕が頼まれたという意味というか、僕はその日本中の食を研究してるわけでもないですし、こうやって検索しながら一個一個自分でこれはこうしよう、これはこうしよう、形はこうしよう、海苔はこうしようっていうのを、特に伝統にものっとらずに誰かに怒られることも恐れずに、やった結果がこうなったわけなんですね。郷土料理で決まってるものに関してはこのデザインですというのを渡しといて、それ以外に関してはちょっと海苔の巻き方とかも今お母さん方結構いろいろアレンジなさると思うので、そこは遊んでほしいなと思ったんですね。であと混ぜ込むおにぎりがいろいろあるんですけれども、そういう時に例えばちょっときゅうりを入れたり、しその刻んだのを入れたりっていう、その香味をつけるようなアクセントも藤村さんのアイディアの部分がちょこちょこあります。なので、まあ、おにぎりレシピまでいかないですけど、ちょっとそのこんなやり方をしても美味しいですよというような本にも少しはできたかなと思ってます。で、おにぎりはどうやれば美味しくできるんですかって、前回のトーク今日やった時とかにも聞かれて、皆さんそれを聞きに来たかどうかちょっとわからないんですけども、僕の経験、この1年間の経験で言えば、やればやるだけうまくなるっていうことですよね。握れば、握り方のことでしょ。握り方のことです、うん、はい、ご飯の炊き方とかは また違ってきますけど、握りに関して言えばもうやるしかないですよね。だからやっぱお母さんが運動会だとか遠足だとかって言って、そのちょっと握ってるお母さんの方が絶対おいしいに決まってますし、僕もようやくその毎日毎日握ったので、練習のために。そうするとどんどん自分で食べても美味しくなっていきますからね、その硬さとか。ただご飯の炊き方とかに関しては、何も研究はせず、今まで通り僕がこの、あ、なくなっちゃった、積み滅ぼしレシピなくなっちゃいました。僕が以前3年前に書いた、病気になったバーテンダーの積み滅ぼし、ありがとうございます、これにも、ご飯の炊き方書いてありますけど、この時から全然変わってないです。この 3年間若干簡単になってますね。今の方が簡単になってますね、一応言った方がいいですね。どうぞ。どういうのか、僕は、まずご飯は炊飯器が壊れたのが、6、7年前ですかね。炊飯器が壊れてからずっと鍋炊きなんですね。で最初は土鍋で炊いてまして、土鍋って場所も幅も取るし、こう縁のところの下とか洗うのが結構大変で、1年ぐらいやって挫折しまして、その頃ちょうどルクルーゼの鍋を買って、でそのルクルーゼの鍋で今あたりずっと炊いてます。で今日後で今日おにぎり握ってきましたので召し上がっていただきますけど、じゃあそろそろ、あ、そうですね、はい、はい、
今日の BGM のように喋ってますので、皆さん召し上がってください、はい、今日はあの2章炊いてきまして、え何回炊き直したんですか、4回です。4回であの鍋1個しかないので、炊いて洗って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 ルクルーゼを炊いて洗って炊いて洗って炊いて、ルクルーゼの幸せもんですよ、ルクルーゼ使われてね。でこう全部をそのおにぎりに使うので、テーブルの上にラップをこう全部引いて、そこにこうルクルーゼをこうやってひっくり返すんですけど、普通の鍋だったらこうやって片っこで持ってやって、しゃもじでこうやってやれば落ちるんですけど、これ持てないですよ、これやっぱり重たいので、4キロとか5キロとかあります。だからそのすごい熱いんですけど、ここと手にこうやってやって、こっちでかき出してっていうことをやって、ですぐにまた洗ってっていうことを4回今日やってきました。召し上がってください。どうぞ。あ、さつまいも多いですね。僕今回のこのおにぎりピックでさつまいもが大健闘してるっていうことを最初に聞いた時はとてもびっくりしまして、どうしてだろうってすごく、まあそれ関係者各皆さん思ったかもしれないんですけど、僕としては、僕その埼玉にいましたからね、浦和にいたんですけども、さつまいも のおにぎりは食べたことがなかったので、まあ、どうやってやったもんかなということで、割と苦労したものなんですね、そのビジュアル的に。なので、どういう理由で選んでいただいたのかわからないですけども、それはとても嬉しいことでした。召し上がられていかがですか、皆さん。そこの綺麗なお客様そういうの必要ですか。さつまいものおにぎり食べたことなかったので、素晴らしい。模範的な回答。食べたことある方っていらっしゃいますか。見たことあるとかあんまないと思います。栗、ね、栗とかはありますよね。機械系です。はい、じゃあ、この子。はい。もう一つ。あ、はい。あ、二個。このおにぎりなんですけど、その、まあ、さつまいもが川越の名産であるってこととちょっと結びつけてあのお具にしたんですけどね、その各県のおにぎりを考えてると、そのこのさつまいももそうなんですけど、まず一つがその何て言うのかな、昔の日本人っていうのは、日本昔って言っても戦前ぐらいまでですけれども、非常にそのお芋だとかあの麦あの栗であるとか、いろんなものを、まあ、雑穀も含めてあの非常にご飯と混ぜて炊いていた文化っていうのがあったと思うんです。今その炊き込みご飯、お芋でも栗でもちょっとすごくおしゃれで楽しいものが多いですよね。その各郷土料理とかを調べていく中で、どうしてここはこういうものを炊き込んだんだろうってことを調べていくと、見えてきたっていうのが、その米をそのやっぱり食い伸ばすっていうことなんですね。食べ伸ばしていく、一回収穫があったお米をお母さんっていうのは1年分家族分考えて1ヶ月使っていいのはこれだけの量だとしたときに、まあ、圧倒的に足りないわけですよ。それを日本人というのは、例えばさつまいもだったり麦だったり、大豆とか、小豆とかささげとかいろんなものを混ぜて食べてきたんだなってところがちょっと見えてきた部分があったんですね。でそれをなんとなくこの おにぎり日本のおにぎりの中にも入れていきたくって、山梨のおにぎりはあえてこのちょっと麦飯にしたんですね。まあ、もちろんその山梨含めて群馬であるとかあの長野であるところっていうのは、その山間部が多くて
稲作が向かない地域っていうのが日本はたくさんあったわけです。そういうところにはその米を食い伸ばす知恵であるとか、もしくは小麦粉文化、粉食文化っていうのが根付いていったわけですけれども、そういうことをちょっとなんか忘れたくないなという意味を込めて、まあ、ちょっと埼玉はまた違うんですが、あの山梨の方は麦ご飯にしました。山梨に限らず一杯その雑穀とか入れて食べてたんですよね。ちょっと山梨の人から悪霊が来るんじゃないかってドキドキした部分はあったんですけれども、冗談ですよ皆さん。それで、そうですね、これちょっと和歌山県の戦前のデータを調べてきたんですけれども、ある農家一般家庭がどのぐらい麦ご飯を食べてたかっていうとですね、米一升に対して大麦を3合から5合ぐらい混ぜて炊いていた。今カレーとかで麦ご飯って食べますけれども、半分麦ってことはありえません。ほぼそんなないですよね。半分が麦っていうのが食感を一度僕体験してみたんですけど、びっくりしますよ。やっぱり白米っていうものがいかに美味しく今作られているか。今味とかもだいぶ品種改良されて、80年90年前のお米とは味も違うと思います。糖度も高いし炊きやすいし、その中で例えば豆ご飯であったらそら豆と白米を1対1だったり、エンドウ豆の場合なんか2対1で白米を入れてたとかね、そういうデータがあるわけです。里芋であるとか、あとおしんっていうドラマを覚えてる方だと大根飯っていうのをご存知かもしれないと思いますね。でそういうのを調べれば調べるほど楽しい絵本にしたいなと思いつつ、日本人がそのおにぎり、例えばこの白結びというものがどういうものだったんだろうってちょっと見えてきた時があったんですよ。白飯を食べる時というのは晴れの日、お祝い、お祭り、大晦日とかお正月、本当にもう数えるばかりですよね。その毎日麦の方が多いご飯、豆の方が多いご飯を食べてきた日本人が白飯のおにぎりとか白飯を食べるときってどういう気持ちだったのかなっていうのが、なんか最後の方に感じられた気がしまして、なんか、そういうところやっぱ忘れたくないな。今晴れのご飯、毛のご飯って言葉がいっぱいいろんな広がってる部分があると思うんですけれども、ちょっとこの、実際に麦と1対1のご飯を作って食べてみてくださいじゃないですけど、それをちょっと3食続いたらどんなだったのかなとか想像しつつ、ちょっとおにぎりを今度食べてみても面白いというか、ちょっとした体験ではないかと思う次第です。上からのことを言うとドキドキしますね。そういうことで、この麦ご飯もやっぱりちょっと握りにくかったりしたんですか？そうですね、麦これかなり入れてるんですけど全然麦っぽくないんですよ。それでもやっぱり握りづらい、ボソボソした感じにはなりますよね。一個一個はくっついてないっていうか、そういうのを握る経験っていうのもあんまりないですしね。昔の寿司職人はおからで練習したって言いますけどね、おからはつながりが悪いからちゃんと握らないと握れないっていう。瀬戸内の方から西だとおからの平ら飯とかいうのかな、おからをご飯の代わりにしたっていうこともありますね。これも米、白米を晴れの日に取っておくっていう多分感覚があったと思います。でちょっとね、あとはこの10位に入った鯛めしのおにぎりですけれども、これもちょっと面白くって、鯛めしって、瀬戸内の方いらっしゃいます？今日あんまいらっしゃらないかな。あ、鯛めしとかは召し上がりました？小さい頃とかあんまり。僕岡山なんであんまり海の方ではない。海だったら、海沿いではなかったから。わかりました、ありがとうございます。瀬戸内のその海辺の方たちに聞くと、鯛は非常に身近だっていうのを私まずびっくりしたんですね。東北出身者としてはちょっとたまげたんですけれども、その鯛といってもその古代を食べるんだそうです。その大きい鯛はやっぱり売って生活の糧にするらしいんですけど、古代はもういくらでも取れる、人に分け与えるものだと。で、もう人間って面白いものでたくさんあるときはね、炊き込むんですよ。野菜でも何でも。やっぱそういうもんなんだなと思うんですけど、それでほぐして、鯛めしにする。で、いろんな炊き込みご飯のおにぎりがこの本の中に出てくるんですが、それはやっぱりそのいろいろその地方の方から聞かれた言葉で印象的だったのが、炊き込み飯の余りを翌日おむすびにして学校に持ってったりとか、そういうことが非常に美味しかったっていう話をよく聞いたんですね。なんかそれで見れば
うん、確かに五目炊き込みのおむすびって次の日美味しかったなとかいう記憶が蘇ったりして、炊き込み飯文化って結構各県にいろいろあるものだと思いました。なのでもしその土地で育った方とかあんまりね、なんだろう、その方にこういうものあるとか炊き込み飯でどういうのあったって聞くと結構郷土食の特色が出るので誰かに話を振ってみたりするといい楽しいですよっていう。あと俵だった三角だったとかこの本を出してね嬉しかった感想が非常にその買ってお友達と見たり誰かと話した時にそのコミュニケーションツールになったっていう声をいただいたんですね。ああ、あなたのところはこういうの食べるの？うん、聞いたことはあるけどとか、私の方はこういうの食べるよとかっていう話がちょっと盛り上がったと。で、三角がいいとか、海苔はしっとりじゃなきゃ嫌だとか、いやいやパリパリがいいよとかっていうことで、こんなちっちゃいものにも非常にみんなこだわりがあるんだなっていうことが分かったのがすごくやっぱ共通してなんかあるもんだなと思いますね。そうですね。小学生のリアクションはとてもいいですよね。うちの僕の周り小学生がいっぱいいるんですけど、お子さんが小学生なんです。小学生なんで変な趣味じゃないですか。すごい笑ってくれてよかったです。そうすると、東京の子であったとしても両親は違うところだったり、そのまたおじいちゃんおばあちゃんが違うところだったりっていうことで、おばあちゃんが作ってくれるのはこういうものだけど、お母さんが作ってもらえるくれるのはこういうものだとかっていうことで、なんていうんですかね、あ、こんなの食べるのキモいみたいな反応が全然ないんですよ。ちゃんとみんな受け入れてるというか、あ、こういいね、こういうの食べるんだみたいなことをみんなが言い合ってるところを何度も見ましたね。だからあこさんのやろうとしてたその食育のこの本のコンセプトっていうのはとても分かりやすくて子どもたちにも伝わってるもんだと思いますよ。これ岡山のおにぎりはサワラの焼いたのにしたんですけれども、まあ、これもサワラを焼いたのを入れてもいいけれども、まあ、向こうではやっぱりみんな梅干し鮭おかか食べてますよね。だけど「えおかサワラ食べるの？」って言われた時に、入れてもいいと思うけどサワラは大好きって絶対言われる自信はあります、岡山人から。まあ岡山でも山の方とは違いますけど、今すごい厳しい声みたいじゃないですか。やっぱりサワラって召し上がりますか？身近じゃないわという方手を挙げていただけると嬉しいです。あんな食べたことないぞっていうですよね。まあ、かす漬けとかで売ってたりするぐらいかな、多分東京とかだと。岡山が消費量1位です。お刺身、あと、まあ、かす漬け、ちらし寿司も必ず入ります。本当にサワラ大好きなんですよ、岡山人って。で、岡山の湖の方にもしお友達がいたらサワラのお刺身食べたいって聞いてみてください。どうしたの急にって言われると思いますけど、絶対食べたいって言うと思いますよ。はい、というような具を選んだつもりなんですね。で、そういうところでなんでサワラのおにぎりなのって聞かれた時にここに書いてあることで、まあ、一応答えられるようには書いたつもりであります。各地で偏愛されているものってあると思うんですね。自分たちが偏愛してるってことに気がつかないんですよ。離れて人に言われるまで普通だと思ってるんですね。そうそうそう、この納豆とっていうものが茨城にあったり、ないのこっちとか、こっちにないことすら気がつかなかったりするんですよ。東京に住んでいても自分が一軒売ってるとこを見つけて買ってればみんな知ってんのかなと思ってたりとかして、そういう、まあ、県民性的なことではないですけど、面白さっていうのがまだまだ日本人は宝物のように持っているなと思っています。何が一番意外でした？さっきのトロロトロロはかなり意外ですね。まあ、初めて見ましたし、あと、まあ、その食材自体見たことないっていうものがやっぱありますよね、それなりに。さっきの板枠亀もそうですし、イカニンジンも見たことなかったですしね。兵庫のイカナゴとかね。そうですね。ゴリっていう魚も知らなかったし。ゴリってのは2種類あるんですよ。
ちっちゃいのドッキリ。ちっちゃいのドッキリ。そう、カジカってご存知です？お魚。いや知らない。川魚を取って天ぷらとかにして食べるんですけど、それ大きいんですね。金沢のはちっちゃくて佃煮にするんですけど、そういうトリビアは尽きないんですけれども、非常にこの日本の握りはね、やっぱ食育という観点で書いてますので、あまり踏み込めない部分もあったんですが、おにぎりの具になるものはお酒のおつまみにもいいものがほとんどなので、お酒が好きな方はそういう点でもちょっと参考にしてみてください。まあね、お店を営んでる方はおつまみなんかの参考にもなるから、そこにいるから言ってみたんですけどはい、なると思います。あと10分ぐらいなんですけどおにぎりピックに参加していただけた方っていらっしゃるんですか？シール貼ってくれた方。あちらに。ありがとうございます。ちなみに何？筋子に。あ、筋子に。東北ですか？おばあちゃんが岩手の人なので、帰ると食べるみたいな。そうですね。やっぱり冬場は必ずありませんでした？あ、結構あります。最初ちょっと抵抗ありました、食べるのって言われることが多くて、関東とかの、関東の方ですか？あ、関東です。割とちっちゃい頃から作ってたので、はいはいはい、そんなに言わなくて。僕はタコさんにも伺ったじゃないですか、筋子の時に、これは握ってすぐ食べるんですかっていう、もしそれかお弁当として数時間置いて食べるんですかっていう疑問があったんですよ。なんとなく筋子はなんかすぐ食べないとまずいんじゃないかなっていう気があったんですね。お寿司のお持ち帰り、貝類はダメですみたいなのあるじゃないですか。ああいう感じで、なんとなく4時間も5時間も前に握った筋子でいいのかなって言ったら、そうだっておっしゃってたんで、まあ、朝作って昼食べる。だからそれぐらい身近じゃないから、そのよくわからないものだったんですよね、はい、僕もだから30過ぎるまで筋子のおにぎり食べたことなかったんですから、さっき言いましたけどね。そういう今は知ってますけど、昔から知ってはいるけど食べてはいないっていう。天むすもそうですけどね。この本を作って反響なり取材していただいて感じたのは、やっぱり本当に東と西って違うんだなって、食文化がってことですね。やっぱり頭で分かってても人の話を聞くまで分からないってことがいっぱいあって。うん、ちなみに何のおにぎりが好きですか？私の地方だと俵型に味付け海苔。俵型に味付け海苔。具なしですね。具なしっていうか、中には何も入らずに味付け海苔で、まず徳島ですか？はい、当たった。すごいですね。徳島県のちょっとあと10人ぐらいやってもらえませんか？丸の筒に入った透明の味付け鳥が好きじゃないですか？あ、はい、ありがとうございます。希望愛子みたいになってきましたね。徳島の方は味付け鳥大好きなんですよ。あ、そうなんですか。そうなんですよね。醤油豆食べます、はい、食べますね。そう、醤油豆迷いましたね。迷いました。醤油豆入れたら抵抗ないですか？ご飯に、おむすびに。OK ですか？でもいいと思います。大丈夫ですか？香川県も迷ったんですよ、割と最後まで。香川県の方いらっしゃいます、ね、ちなみにこの本を読んでくださった方で、これはないだろうっていう方、思ってらっしゃる方、ぜひ言っていただけるので、はい、直接、後で書き込んだりしてるので。ありそうですね、先輩。大丈夫ですか？ちなみにどちらの方？埼玉なんですけど、あ、はい、母が北海道なので、はいはい、この筋子のおにぎりはよく、ただ中に入ってたので、結構崩れやすいので、はい、もう早く食べなさいって。今回の本の作り方の考えで、どうしてもやりたかったのは、よく基本中に入ってる、割って見せたくなかったんですよ。形がいいものですから、おにぎりって。おにぎりの本によくあるんですよね。はい、割って見せて、中はこうなってますよ。基本、1ページ1個っていうのを崩したくなかったんですね。もう具を割ったり、具のことをいっぱい書いたり、小ネタをいっぱい入れるっていう作り方に、この本はしたくなかったんですよ。っていうことで、わがままを言って、見せ方をいっぱい考えていただきました。ありがとうございます。
最初はっていうか、あの、あ、じゃあ割らないんだったら全部白くて全部のり巻いて、全部同じ形にしましょうかっていう話にもらったんですね。ダメですって言ったんです。中鮭です、中明太子です。かなりあの現代アート的な感じの赤瀬が言ってみたい。それがそのままだとこの機会もなかったですね。はい、はい、出版もされなかったかもしれない。どちらですか。東京です。ああ、都会の方ですね。なんか気になるのありますか。でも煮穴子のおにぎり食べたことあるんですか。はい、それはですね、あの、私が説明、あの、言い訳をする会じゃないんですけれども、あの、なんでしょうね、まあ、あの、江戸前って広い意味なんですけれども、その東京の水産資源、東京で取れる水産物ってやっぱすごく少ないんですよ、流通しているものって。でその中でやっぱその非常に評価が高くて、引く手あまたで一流のお寿司職人からも江戸前、東京湾近郊で取れたものじゃないとダメだという評価を得ているものがアナゴだったんですね。その東京都民が、まあ、東京都民が誇れる農水産物って何だろうってことを東京に住んでる子が知っててほしいなっていう気持ちがあったんですよ。そこでアナゴを混ぜても美味しいんじゃないかなという気持ちで選ばせていただきました。覚えました。ありがとう。他にあの、あ、どうぞ。あのお二人のベスト3は何ですか、おにぎりの。じゃあ、あの、まずベスト3、この中のですか。そうですね、あの、それは家でぜひこれ試してほしいぐらい美味しいよってことでしょうか。そうです。え、見た目じゃなくてですか。見た目じゃなくて、あの、味わい食べて、はい、味で言うとちょっと僕なん、ちなみに結構あのお酒お好きですか。お酒お好きですか。お酒好きです。あ、じゃあそれ系で選びます。はい。何ですかこれ。それ系で選ぶんですか。酒好きが好きそうなのを選んで。ああ、そうですか、はい、僕はあのここを見るとか。あ、ここそうですね、焼きおにぎり、醤油の焼きおにぎりはあんまり食べたことないんですけど、練習で食べてみたらものすごい美味しいものだなっていうのを分かって、あの、好きになりました。やらないんですけどね、網汚れるんで。やらないんですけど、でもあの網汚れないようにこう醤油塗って、あの、こうバーナーでバーってやったりするだけでもちょっとあの香ばしさが出たりして美味しいなと思いました。あと味噌ですね、ネギ味噌とか、豚味噌、味噌系も美味しいですね。これもお酒合いますね。味噌系でさらに焼くっていうのもかなり美味しいですね。ここにはないですけど、それと、あれですかね、どこだ、あれです、あれじゃ野沢菜です。野沢菜は、まあ、割と関東の人には馴染みのあるその高菜とかそういう系のものでは一番馴染みがあるんじゃないですかね。で野沢菜をつまみに、とんかつ屋さんでとんかつ待ったりとかっていうのを、あの、池袋の鈴屋さんでやったりしますけど、それを勉強して、そうですね、野沢菜も好きです。で野沢菜はこの本の中47個の中で唯一 球体ボールに握ったものですね。これをなんかボールにしたいなっていう感じでやりました。そうですね、私は栃木県のたまり漬け、栃木県日光市周辺っていうのは味噌が名産なんですね、昔から味噌醤油。でその上澄みの液につけたたまり漬け、これはすごくおすすめです。あのご飯が進むし、それだけでも美味しいですね。あの、しその実のたまり漬けっていうのがあるんですよ。これ非常に美味しいです。あのご飯に混ぜても美味しいし、ご飯のおつまみにしても美味しいし、あとこれはねちょっと凝ってるんですが、凝った料理ですけれども、がんもどき、あの、水気を切った豆腐に野菜、細かく刻んだ人参とか昆布と入れて揚げますね。あれにそのしその実のたまり漬けを入れると絶品です。なかなかちょっとハードル高いかもしれないですけど、中に入れる、中に入れて揚げるんです。そんなたっぷりじゃないですよ、軽く混ぜ込むぐらいで、これは美味しいですね。であと、もうもろ酒、お酒の、つまみですけど、山口県の瓶詰めの海のおにぎり、これはおにぎりしたらね非常に美味しいんですよ。はい、おすすめです。
これもね、あのなんで瓶詰めウニが山口県でできたかっていうのも本当に嘘みたいなエピソードがあるので、ぜひあの読んでみてください。教えないのかっていう感じで非常に出てますけれども、え、知らない人、あの知らない全員ですか？いや知らない。はい、あのウニが名産なんですよ、山口の海は。それで、あのお膳、昔の料理ってお膳料理ですよね。でお膳料理でみんなでこうめいめい食べていたところ、その中江さんかなんかがお酒をこぼしたと。それでウニにべちゃっとなっちゃったと。それで あってなってたんだけど、それである程度使ってたのを最後に誰かが食べてみたらうまかったっていう本当の嘘のような本当の話があるそうです。これはあの実際に子孫の方が伝わって聞いてるそうですよ。2代か3代か忘れちゃいましたけど。でこのお酒が日本酒だと思うでしょう。意外なことにジンなんですよ。ジンがもう入ってきたらしいんですね、その頃に。という不思議な面白い話です。これは、はい、そう3つ来ましたっけ。いや、この2つかな。お好きな方には、はい、ありがとうございます。筋子入れなくていいんですか？筋子、あのどちらの方ですか？お生まれは東京です。あ、やっぱ都会の方が多いですね、今日はね。都会的な顔した方が多いです。笑った方は多分違うんでしょうね。どちらですか？あの、僕もともと福岡なんで、あ、もう辛子明太子は、ごめんなさい、かしわ飯と辛子明太子迷ったんですけど、いですよ、ね、はい、でもあの辺全般的にかしわはご飯に炊いて食べるかな、食べます、ね、食べますよね。はい、それなんで祖母もいつも帰ると炊いてくれるのを大体かしわ飯なんで。かしわ飯って次の日も美味しくないですか？あの冷たくなったの握るの美味しいですよね。煮込むんじゃなくて、うちの場合はあれなんですよ、あの具材を、煮て、別に煮て混ぜる、混ぜご飯にするんですよ。あの、かしわ飯って分かります？ですね、ざっくり言うと五目炊き込みご飯って考えてください。あのなんですけど、何が違うって、九州の醤油は甘いんですよ、ベースの味が。それで作らないと、かしわ飯とか、あのいわゆる筑前煮じゃないんですね。東京の醤油だと甘くないでしょう。基本的にベースの、あの今の筑前煮って聞こえました？大丈夫ですか？OK ですよね。そうそうそう、あっちの醤油ので作らないと甘くならないんですね。で赤酒使います？ああ、使わないですね。基本九州はベースのお醤油甘いんです。お刺身醤油も甘いぐらいなので、ちょっとそういうところで料理が違ってくるっていう部分もありますね。はい、非常にさっきから熱心に聞いてくださってありがとうございます。ちなみに何のおにぎりが好きですか？普通に鮭がですよね。焼き、甘塩ですか、しょっぱいのが好きですか？ちょっと甘めの方が好き。なるほど。ご両親とはどちらの？母は四国、高知で、父は東京。高知っぽいのは家に出てきませんでした？あんまり出てこないかな。あの、もう若いうちから母が東京に出てきているので、あの実家も父の家の味になって、うんうん、じゃあもうお雑煮もおすまし、はい、というように、あの私は結構飲み歩くのが好きなんですけど、隣り合った人にこういうことを根掘り葉掘り聞く嫌なのもあるので、それ自身といろいろ取材のネタにしております。先生、あと何か？もう時間で何かこう何があるんでしたっけ？絵コンテ、コンテってことじゃないですよね。ラフが、絵コンテを描くのが藤村さんは得意なんですよ。何言ってるんですか？元あの映画学校卒業なので、あの絵コンテじゃないですよ。あの これを、まあ、あの僕絵で描いてみないと、そのよくわからないので、自分がどういうものを作ればいいのかっていうのを、で、これを描いて、これを元に作って、まあ、これスタッフ皆さんに配って、本当はあの本番はあの色もついてたってさっきあの聞いたんですけど、それ忘れてまして、色ついてないやつなんですけど、まあ、これを元にページ見開きでどうなってるかとかを俯瞰して見れるように書きましたね。別にそんなあのどんなってことはないんですけど、もしご覧になりたければあの回しますので。そうですね、だから寄りの巻き方もこんなのはないでしょっていうのが多いと思うんですけど、まあそういうあのクレームが今のところ来てなさそうなので、クレームが来るほど売れてないのかもしれない。いやいやいや。
なので、まあ、皆さんあのシャレの分かる人たちなんだなということをあの感謝しておりますけど、ね、ただ今あの若いお母さんたちは鬼なんですか、あのキャラ弁っていうのかな、あれでも自由におにぎりを、あ、そうですね、パンダとか、はい、あ、おにぎらずの話もした方がいいですか。おにぎらず好きな方いらっしゃいますさ、あ、好きです。好きなんですか。作られますか。母が大好きで毎日作って毎日作ってるんですか。お弁当用にも、あまり作らない。私はそうです、母が作ったの食べる。お母さん何を具にします、よく。もう何でも残り物とか。ああ、でもそうですよね、はい、基本前の日に残ったものと残った具でおにぎりって作ったりしませんか。わざわざねっていう、確かにそういう部分もあるんですよね。おにぎらず1個やったんですよね。おにぎらず沖縄がやってみた、ポーク卵のおにぎりをおにぎりやつにしました。最後一番最後です、ね、藤村さん時間がかかったの。あの、かなりこれも初めてやったんですけども、よくこれみんなあの朝お弁当とかやるなっていうぐらい大変ですね、これ。今おにぎらず専用の海苔持ってます。あ、そうなんですか、はい、あの切るじゃないですか最終的に、あれ最終的にカットして切れ目見せますよね、断面。ああ、そういう意味ですね、はい、そうですよね、違います。いや、見せます。こうやってあの握ったままこうやってかじりつきます、うんうん、違いますよね、あの切りますよね。かじりつきます。あ、じゃあいいんですけど、切ると断面のことを考えなきゃいけないじゃないですか。ということはサンドイッチと同じですよね。あのどっちの向きにどういうふうに入れて、これの上にこれが入ったらこういう感じになってとか考えながら作んなきゃいけないので、とても大変でした、そのポーク卵は、まあ、ポークと卵だけだったのでまだいいですけど、これがあのね、ネット検索するといろんなもの入ってるじゃないですか。あのレタス、普通にハムサンドのがご飯になってるっていうような感じになってるものもあるし、もっともっといろんなもの入って、エビだのアボカドだのアスパラだのが入って、それが断面すごい綺麗になってるんで、相当考えなきゃできないんじゃないかなと思いつつ1個だけやりましたけどね。おにぎりは楽ですよ、握ればいいんですからカットしなくていいんですからね。おにぎりっていうと、なんかこうどんなおにぎりが好きですかって聞くと、結構なんかその浮かんでくる情景とかがあって、あの時食べたあのおにぎりが好きだったなっていう、なんですかね。自分はその小学校の時に初めて祖父の家に行く時に持たせてくれたおにぎりっていうのがすごいやっぱ思い浮かぶ時があって、まあ、食べてるのはいつもと同じ筋子のおにぎりなんですよ。うちの母はまるっきりその形になんかこだわらない人だったんで、まあ、でこぼこした丸い銀紙に入ったおにぎりなんですけど、やっぱあれが食べたいなと思うんですけどね。あの売ってるもんじゃないし、自分でもなかなか同じように作れないっていうか、やっぱ味も違うんですね、自分が作ったおにぎりだと。だからそういう点でやっぱりおにぎりってなんていうのかな、うん、っていう話をすると、ああ私もそういうおにぎりあります、あの時食べたあのおにぎり好きだったなとか、あれ食べたいわとか、うちはこれだったから毎日出てきたあれだったなみたいな感じで、あの話が盛り上がったんですね。あのっていう時に、あおにぎりっていうのはその人を食べにさせる食べ物だなってすごく思って、そこはちょっと感じたので、もしよかったら誰かとおにぎりの話をしてみてください